ニューヨーク州はアメリカ合衆国大西洋岸中部にあり、合衆国本土では北東部地域に位置する州。面積では第27位の州でもある。かつては50州で最も人口が多かったが、2010年の国勢調査現在はカリフォルニア州、テキサス州、フロリダ州に次ぐ4位となっている。南宗教はニュージャージー州とペンシルベニア州。 東宗教はコネチカット州、マサチューセッツ州及びバーモント州に接する。西はカナダとの国境に接し、名所のナイアガラの滝がある。東南端にアメリカ最大の都市でもあるニューヨーク州があり、州南部は近郊の大都市圏となっている。一方で、州北部の五大湖湖畔には古くからの工業都市であるバッファローとロチェスターがあり、州とは 人口10万人足らずのオールバニである。2021年以降、州知事は民主党のキャッシー・ホークルが務めている。17世紀初め、レナペ族、イロコイ族との生皮の取引のために、オランダの公益拠点が作られ、これが発展したのが、ニューネーデルラント植民地だった。公益拠点としては、1614年に、 現在のオールバニ市に近くなしそう取が作られたのが最初だった。1625年にアムステルダムトリデが作られ、これがニューアムステルダムとなり、現在のニューヨーク市の始まりとなった。第二次英乱戦争の間の1664年にイギリスがニューネーデルラントを占領し、ここをニューヨーク植民地として支配し始めた。オランダは一度は取り返したものの、 第三次英乱戦争を終結させる1674年のウェストミンスター条約で正式にイギリスのものとされた。1685年に王領植民地となり、1688年にはニューイングランド自治領の一部となり、1691年にニューヨーク植民地に戻った。フレンチインリアン戦争の時には、 ニューヨーク植民地からも多くのものがイギリス軍に重宝された。1765年、イギリスはこの戦争の負債を召喚するためにアメリカの植民地に因子法によって新たな税金を課そうとした。ニューヨーク市の現在はフェデラルホールとなっている場所でいくつかの植民地代表が集まり対応を協議するための因子法会議を開いた。 それに続く飲酒法施行に対する妨害行動が続き、1766年に飲酒法は撤廃された。その後もタウンゼンド処方や茶法などイギリスは新たな政策を実施しようとしたが、ことごとく失敗し、1774年に耐えがたき、処方を制定したことでアメリカは独立への動きを加速させた。 1775年10月19日、イギリスから指名されていた知事がニューヨークを離れたことで、イギリスの支配は終わった。アメリカ独立戦争の間の1776年8月、ロングアイランドでこの戦争中最大の戦闘が行われた。9月に、イギリス軍はニューヨーク市を占領し、1783年11月の解放の日まで占領を続けた。 この間にもニューヨーク市以外の地域で独立のための活動は続けられており、1776年7月9日にニューヨーク国が創設され、1777年にはニューヨーク憲法が制定された。1779年にはサリバン遠征を行い色こいぞ集落を殲滅した。1787年にアメリカ合衆国憲法が提案されると、 ニューヨーク国でも、その批准のための活発な議論が行われた。アレクサンダー・ハミルトンらが、ザ・フェデラリストで、批准の必要性を訴え続けた結果、1788年7月26日に、アメリカ合衆国憲法を批准し、ニューヨーク州は合衆国、第11番目の州となり、ニューヨーク市は、連邦の首都となった。1797年に、オールバニが、 ニューヨーク州の州都となった。1825年にエリー運河が完成し、ハドソン川からエリー湖までの水運が可能となった。1853年にニューヨークセントラル鉄道が開通し運河との競合が始まった。これら交通の発達でニューヨーク州は産業革命が進展し、一大工業地帯を形成した。19世紀後半にニューヨーク市は 世界の金融の中心として、当確を表し、1929年に、ウォール外大暴落が起こったことで、世界恐慌に発展するほどの影響力をつけていた。第2次世界大戦後の公共に続いて、世界規模の貿易戦争が起こり、これに敗れたニューヨーク州の工場は次々と創業を停止し、ダストベルトと呼ばれる地帯を形成した。2020年、 新型コロナウイルスの感染拡大はニューヨーク州にも及び3月20日午前の段階で州内の感染者数は7000人を超え死者は35人に上ったアンドリュー・クオモ州知事はウイルスの感染拡大を防ぐため生活に不可欠な業種以外の全労働者に自宅待機を義務づけると発表不要な個人の集会を禁止し 公共交通機関の利用を控えるよう勧告した。また3月27日、知事は、ジェイコブ・ジャビッツ・コンベンションセンターに設置された、医療施設をモデルに、アケダクト競馬場など大規模施設に、医療施設を設置すると発表した。4月8日、週内の死者数が799人、日を数え直近のピークを迎えた。4月18日、知事は、 死者数が前日比90人、日元となり、過去2週間で最も少なかったと発表。感染のピークを脱しつつあるとの認識も示した。この時点の週内の死者数は約1万3000人。ただし、新規入院者数は依然として約2000人、日体であることを示し、早期の外出制限の緩和などには慎重な姿勢を示した。 形としてはほぼ正三角形をしており、最南端に人口800万人の大都市ニューヨーク市と大きな島、ロングアイランド島がある。ニューヨーク市を構成する5つの行政区のうち4つは、ハドソン川川口の3つの島にある。すなわち、マンハッタン島のマンハッタン区、スタテンアイランド島のスタテンアイランド区、ロングアイランド島のブルックリンクとクイーンズ区である。あのつは、 ブロンクス区である。これらの行政区はそれぞれニューヨーク州の郡でもある。ロングアイランドの東ではロードアイランド州と会場の宗教がある。州都オールバにはニューヨーク市からハドソン川を3 0 0トルほど北に遡ったところにあり、17世紀にオランダが作った古い港町である。西端近くには人口約30万人の州第2の 都市バッファロー氏がある。その北東方、オンタリオ湖岸に精密工業で有名なロチェスター市がある。ニューヨーク都市圏より北方をアップステートと呼び、アップステートはニューヨーク都市圏に比べ冬は5度から8度程度寒く、降雪量もやや多い。その東方はダイアパラチア渓谷。北方にはセントローレンス川を隔ててカナダとの国境があり、シャンプレーン湖が 南北に長く続き、ハドソン川が南に流れて、大西洋に至る。オールバニ市の北方には、州内最高峰のマーシー山を抱える、アディロンダック山地を含め州の1、5ほどの面積を占める巨大な自然保護区、アディロンダック州立公園がある。南西には、アルゲーニー大地が広がり、その一部である、キャッツキル山地から流れ出る水が、 ニューヨーク都市圏の水需要に供している。西部のアレゲーニー川は、オハイオ川の支流であり、サスケ花川は、チェサピーク湾に、デラウェア川は、デラウェア湾に注いでいる。ニューヨーク州の地性ハドソン川ともホーク川、ニューヨーク州の面積は54,556平方マイルであり、全米で27位と中程度の大きさの州だが、面積は、 北海道と九州を合わせた程度あり、東西最大 500km、南北最大 450km に広がっている。最南端の都市ニューヨーク市から第二の都市バッファローまで自動車で行くと約6から7時間を要する。山がちな地形であり、人間の身長から地平線を望めるほどの平原はない。ただし、いわゆる山岳地帯ではなく、 高さ数百メートルの小山や丘が点在している。ニューヨーク州の境界は、五大湖のうちの二つの湖、カナダのオンタリオ州及び、ケベック州、三つのニューイングランドの州並びに二つの大西洋岸中部の州となっている。参照、ニューヨーク州の群一覧湖水公海雪が、ニューヨーク州西部に雪を降らす、主要因である。 ニューヨーク州は外して湿潤大陸性気候であるが、ニューヨーク市は欠片の気候区分で温暖湿潤気候にあたる。ニューヨーク市の天候は二つの大陸性気団の影響を強く受ける。すなわち、南西からの暖かく湿った気団と、北西からの冷たく乾燥した気団である。州内の高原地帯での冬は長く寒い。冬季の大半で、 北部高原では気温が低く、下市13度以下となり、南西部や東中部の高原では下市5度以下となる。夏の気候はアディロンダック山地、キャッツキル山地及び南部の標高が高い地域で冷涼である。ニューヨーク市とロングアイランド地域及びハドソン、川下流域では比較的温暖な夏となり、不快な高湿度の期間もある。 ニューヨーク州の残りの地域では快適で温暖な夏だが時として短期間蒸し暑い期間がある。州の大半で夏の日中の気温は下市70度台下市80度台である。一人当たりの温室効果ガスの排出量でニューヨーク州は50州中46番目である。これは主に公共交通機関の利用率が高いことによる。二つの主要州立公園である。 アディロンダック公園とキャッツキル公園ニューヨーク州には多くの州立公園と二つの大きな保護森林がある。アディロンダック公園はバーモント州の大きさにほぼ匹敵し国内最大の州立公園である。1892年に設立されて州憲法で保護されている。公園とする考えは1864年の ジョージ・パーキンス・マーシュの著作、人と自然で紹介された。マーシュは、地中海のかつては植物が繁茂していた地域を引き合いに出し、人の営みによって地球の表面を月の表面とそっくりにしてしまう、と言って森林を取り去ると砂漠化につながると主張した。キャッツキル州立公園は1855年に成立した法律で保護されており、 その土地は保護され、決して売却も賃貸もされてはならないと宣伝された。面積は70万エーカーあり、ボブキャット、ミンク、フィッシャーなどが住んでいる。黒ク熊クの生態数は400頭ほどと言われている。州が運営する多くのキャンプ場があり、総延長300マイル以上の多目的道路が走っている。モントークポイント州立公園には、 ジョージ・ワシントン大統領が発注したことで有名なモントーク灯台があり、ロングアイランドの東端、サフォーク郡イストハンプトンにある。同じく、ロングアイランドのヒザーヒルズ州立公園には、キャンプ場があり、投げ釣りで人気がある。ニューヨーク州の人口密度図ニューヨーク州は、カリフォルニア州及び、テキサス州に続いて、アメリカ合衆国で3番が目に人口が多い州である。 アメリカ合衆国統計局によると2009年7月時点のニューヨーク州の人口は前年より73,664人2000年国勢調査より513,481人増加し人口1,9541,453人と推計されているこれには803,680 80人の自然増と 州外への移住者698,895人の減少が含まれている。アメリカ合衆国外からの移住は876,969人増加し、合衆国内部への移住者約1575,864人が減少した。ニューヨーク州は土地が空けているにもかかわらず人口の92%が都市に住んでいる都会型の州である。 ニューヨーク州は他の州への移住率が高いために人口成長率は低い。2000年と2005年にニューヨーク州からフロリダ州に移転した人口は他のどの州からも他州へ移転した人口を上回った。しかし世界的に見れば国外から入る移民が多い州になっており2008年時点の移民人口は420万人とカリフォルニア州に 次ぐ数字になっている。アップステートニューヨークがかなりの移民の受け入れ先になっているものの、ニューヨーク市周辺が経済的に活気があり、世界市民的文化を保持しているために、ここに定着するものが多い。ニューヨーク州の人口重心は、ディアパークがあるオレンジ郡となっている。ニューヨーク市とその郊外8郡の総人口は1 3 2万9006人であり、 州内人口の68.4ミリパーセントを占めている。ニューヨーク州の出身国による構成比率が高い地域の図ニューヨーク州内で上位5位の祖先グループは黒人、イタリア系、アイルランド系及びドイツ系である。2004年推計によると人口の20.4%は外国生まれだった。この州の人種的な構成は以下の通りである。 ニューヨーク州は南部のジョージア州に次ぐ2位、大きいアフリカ系アメリカ人がいる州であり、アジア系アメリカ人も第2位である。他にもプエルトリコ系、トミニカ系及びジャマイカ系の人口が最大である。ニューヨーク市のハーレム地区は歴史的にサハライナンのアフリカ人の文化的中心となっており、ベッドフォードスタイベサント地区が国内でも最大の集中地となっている。 やはり、ニューヨーク市のクイーンズ区は、州内最大のアジア系アメリカ人人口がおり、国内でも最大級に民族的多様性の進んだ地区になっている。アジア系アメリカ人が次に多いのが、マインハッタンのチャイナタウンである。クイーンズ区は他にもアンデス地方の出身者数が、国内最大である。2000年国勢調査によれば、スタテンアイランドとロングアイランドでは、 イタリア系アメリカ人が最も多く、次はアイルランド系アメリカ人だった。オールバニア州南東部から中部にかけてもイタリア系やアイルランド系が多い。バッファローや州西部ではドイツ系アメリカ人が最大である。州北部にはフランス系カナダ人が多い。ニューヨーク州は国内でもイタリア系が最も多い州である。 ニューヨーク州人口の6.5%は5歳未満であり、18歳未満は24.7%、65歳以上は12.9%となっている。女性の構成比は51.8%である。2000年国勢調査によれば、5歳以上の人口の13.61%が家庭でスペイン語を話し、2.04%は 中国語、1.65%はイタリア語、1.23%はロシア語を話している。2001年、ニューヨーク州内での最大宗派は、ローマカトリックである、プロテスタントが30%、ユダヤ教8.4%、イスラム教3.5%、仏教1%と続き、無宗派は13%だった。 プロテスタントの中ではメソジストが40万3362人、バプテストが20万3297人、米国聖公会が20万1797という信者数だった。ニューヨーク州近辺のインディアン部族のかつてのブンプズデラウェア族、エリー族、マヒカン族、モヘガン族、モンタウク族、ニュートラル族、サポニ族、ツテロ族、ワッピンガー族、 ウェインロー・ロノン族などのインディアン部族が全域でウィグワムによる移動狩猟採集生活を営んでいた。イギリス人入植の最初期からこの地は土地をめぐる争いの場とされ、インディアンたちはイギリス・フランス入植政府の代理戦争を引き受けさせられた。さらに、農耕民族のイロコイ族が16世紀に東部から北上してきて、五部族からなる巨大な 軍事同盟を組み、周囲のインディアン部族や白人入植者を圧倒した。タスカローラ族は、タスカローラ戦争の後、ノースカロライナ州から北上し、色恋連邦に加盟した。17世紀以降、入植者とインディアンの戦いは過熱を極め、エリー族やウェンローロノン族などが弱体化し、他の部族に吸収され消滅していった。 現在、ニューヨーク州で、アメリカ連邦政府が公式認定し、保留地を領有している、インディアン部族は、色恋連邦を構成する以下の旧部族である。タスカローラ族から、カユーガ族までの6部族は、連邦制をとっており、色恋連邦として知られる。色恋連邦は、アメリカ連邦内務省の出先機関であるビアの区靴で、ある部族政府を設置しないことで、 自治権条約を誇持しており、アメリカ・カナダの両連邦政府からも、ニューヨーク州政府からも直接権限の及ばない、インディアン部族では、例外的な中立独立国家の体制を保っている。1794年の税条約に始まる、国際協定で、彼らは、アメリカ国外とのパスポートを必要としない、自由な往来を保障されている。 色恋連邦の部族国旗ナイダ族の部族国旗も、ホーク族、アクエサスネバンドは、連邦協定に基づき、カナダのオイタリオ州と、アメリカ合衆国のニューヨーク州をまたいだ、セントリージスもホーク族保留地を領有している。カナダとアメリカを分けるセントローレンス川に架かる、国境交差連絡橋は、アクエサスネもホーク族を記念して2000年に、 三国家の交差点と命名された。2009年、カナダ政府が、アクエサスネモホーク族の、セントリージスモホーク族保留地に2009年6月1日から、国境警察官を軍備配置すると決定したことに、抗議し、モホーク族の抗議隊は5月31日、カナダ側の国境通関施設を座り込み選挙した。これに対しカナダ国境サービス庁は、 三国家の交差点を封鎖し、往来を拒まれた、模倣ク族は、部族カジノや、商店の営業が妨害され、多大な経済的損失を被ったとして、これを提訴。一ヶ月余りにわたる、国境閉鎖の末、クバッサは7月13日に、これを橋の封鎖を解除した。1993年8月25日、セネ家族、トナワンダバンドは、 ナイアガラ側のグランドアイランド周辺の土地の部族への返還を求め、ニューヨーク州を相手取り、合衆国地方裁判所に提訴した。2002年6月21日にこの訴えは、退けられ、部族は即時上告し、2004年9月9日に、合衆国高訴裁判所は、予審法廷の改定を決定したが、最高裁判所は2006年6月5日に審理を、 拒否している。色恋連邦の6部族は同様にカナダに対してもオンタリオ側のダグラスクリークの土地の返還訴訟を行っており激しい抗議デモが年次拡大している。連邦政府の承認がない部族は絶滅したとみなされ存在しないことになっていて多くの部族が自治権限と保留地を求め連邦認定を要求中である。ロングアイランドには フースパチュック族とシンネコック族の二部族が、州政府から認定を受け、州立の保留地を持つが、連邦の保留地よりも権限は弱く、州の規定で、インディアンカジノを持てないでいる。シンネコック族は2005年に、サウザンプトンの部族伝来の土地14、平方キロメートルの返還訴訟を起こした。同部族は1978年から、連邦購入申請を行っている。 アメリカ連邦政府が公式認定している部族団体アメリカ連邦政府に公式認定要求中の部族団体アメリカ連邦政府は公式認定していないが州政府が認定している部族色濃い連邦の連邦条約で保障された連邦州政府の直接権限の及ばない主権国家としての立ち位置はこれを心よく思わない州政府との間で しばしば修税関連での衝突を起こしている。色恋連邦部族の販売物はニューヨーク州政府の課税対象とならない。これは1838年のバッファロークリーク条約の役定によるものである。1992年7月16日、ニューヨーク州政府はセネ家族が連邦法に基づき保留地で無税販売しているタバコと、 ガソリンに対し、州税を課すと決定し、それまでの、未払い分5000万ドルを要求。セネ家族は、カッタラウガス保留地を通る国道438号線、一帯を数日にわたり封鎖。州警察部隊と乱闘となった。彼らは、どうしても州が課税するなら、我々から奪った土地を返せと主張。州はこれを取り下げたが、謝罪はなかった。 1995年に就任したジョージ・パタキ知事は、石油とコンビニエンスストア業界を後ろにイに、色恋族からの修税徴収に固執し、インディアンたちからは、19世紀の大イ,インディアン、虐殺者として、悪名高い軍人、ジョージ・アームストロング・カスターと引っ掛けた、ジョージ・カスター・パタキと呼ばれている。1997年、パタキ知事は、 色恋族に対する彼らの保留地でのタバコ、ガソリンその他の非課税販売の禁止撤廃を決議し、4月1日より、色恋族の各保留地の周りに、数百人の集警察官を配置した。物資輸送トラックの保留地への運行が、集警察によって阻止されて、国道沿いのタバコ店や、ガソリンスタンドは、休業を余儀なくされた。1000人以上のインディアンとインディアン以外の従業員が、 こうして一時解雇された。5月18日、オノンダーが族保留地で、課税交渉会議が開かれ、これに反対する、部族員のデモを州警察が襲い、この際、老人や児童が警官に暴行を受ける姿が全米で報道された。色恋族は彼らの保留地内の国道11、12号線をデモ封鎖して、これに抗議し、非インディアンも含めたデモ隊は、 州とオールバニまで更新した。ここに至って、内外からの州政府に対しての批判と抗議は全米規模に拡大し、州税部は課税実施を拒否。州裁判所は、パタキ知事に対し、課税要求の破棄を命じた。オノンダーが族は、デモ決起の際に、彼らの保留地内を通る、州立高速国道81号線横の案内掲示板に、 ジョージカスターパタキ、ニューヨーク集計官、オノンダーガ司法案官によって、裏切り者、強姦犯と人殺しによる支配が保障される、オノンダーガ国との文言を掲示した。2000年8月17日、パタキ知事は、色恋族のインターネットによるタバコの非課税通販を禁止する、法案に署名した。1987年から、タバコの通販を開始している。 セネ家族は、この決定は、保留地で暮らすセネ家族の生活に大打撃を与えるものだとして、これに猛反発。バッファロー市で同州の部族の顧問弁護士を務める、ジョゼフ・クラングルは、パタキ知事が1997年の最後の課税抗議の際に、インディアンと交わした約束を破るなどとは、とても信じられませんとコメントした。ニューヨーク州は、 タバコ一箱1.11ドルと全米最高率の税を課している。一方、かより、はるかに安価でタバコを販売しているインディアンのインターネットサイトは50を超えている。パタキ知事の署名した、この法案は、ユナイテッドパーセルサービスや、フェデラルエクスプレスなどの、州の納税員のないインディアンのタバコの宅配業者も、処罰の対象とするものであり、違反者に対しては、 EQ 犯罪として最高1年、再犯人は最高4年の実刑を課し、修営政局によって最大5000ドルの罰金を課せられた。さらに、修税法改正によって、これに DQ 犯罪が加えられ、最終的に最大7年の実刑が課されるものとなった。2000年9月28日、連邦司法省は、パタキ知事のインディアンの連邦保留地周辺の土地を、 巡る軽装に対する苦情に対し、もともとインディアンから彼らの領土を不法に奪ったのは、ニューヨーク州であって、州の間違いは、州が追うべきであると回答した。2003年6月、ニューヨーク州は、同州のインディアン部族に対し、数百万ドルの税徴州と、インディアンによるタバコのインターネット通販の禁止を、再決議した。セネ家族はこれを9億ドル級の、 経済的損失として徹底抗戦を宣言。セネ家族のリッキー・アームストロング SR は、コンビニエンスストアのチェーン事業は、その地元から、サイフォン式に金を吸い上げているではないかとし、セネ家族のインターネットビジネスは何十万ドルもの利益をもたらし、それはこの領土に投資される。我々の主権を踏みつぶし、これを崩壊させる。 要衆議院を説得した巨大なコンビニエンスストア、複合企業体に対して、パタキは同じことを言えるのか、とコメントした。2006年3月1日、州政府は、州税法が実効化されたと発表、税額は一箱あたり1.5ドルとなった。タバコ業者は、同州のインディアン保留地へのタバコの納入を一時、見合わせた。 パタキ知事と対立するエリオット・スピッツァー司法長官は、修税法の実施延期を求め、そのスポークスマンは、パタキ政権が、タバコの卸売業者を脅かし威圧しており、公式の国策を妨げているとの司法長官の意見を伝え、緊張状態が続く中、タバコの値段は上がり続け、部族は悲鳴を上げた。2006年5月、オノンダーが族が9年前に建てた。 保留地案内看板が何者かによって、ヒーキアのエリオット・スピッツァー、ニューヨーク州警官、オノンダーガ司法案官によって、裏切り者、強姦犯と人殺し、非、オノンダーガによる支配が保障される、オノンダーガ国と書き換えられた。スピッツァー司法長官は、オレン・ライオンズ・ライロコ遺族代表と会談を重ね、課税反対を表明。 スピッツァーは2007年に退任したパタキに代わって、知事に就任し、課税法案を棚上げしたため自体は、昇降状態となった。しかし、スピッツァーが2008年に失脚したため、再びこの修税をめぐる争いが再燃、以後もくすぶり続けている。2008年11月25日、同州のカユーガ軍とセネガ軍の二つの軍が、カユーガ族が、 納税員なしでタバコを販売したとして、それぞれ、ユニオンスプリングスとセネカフォールズにある部族のタバコ店2件を、吸収し、タバコ17,600箱を押収して、この2店舗を閉鎖させた。州最高裁判所、ケネス・フィッシャー裁判官に対し、部族顧問弁護人のリオールコットは50万ドル相当の、この押収物の返還に応じなければ、軍を提訴すると述べた。 2009年1月24日、ニューヨーク上訴法廷はこれらのタバコ店が連邦管轄である保留地にあるとして、カユが族に対する脱税基礎却下。この採決後、1月30日に2店舗は無税販売を再開した。カユが族に対する訴追者の一人であるカユが軍のジョンバドルマン弁護士は、彼らが店を再開したと聞いて率倒したよ。彼らは、 国面もなく、法に触れている。同じような問題がある中で、一グループが、州の判決に違反できるとしたら、これが何を意味するかわかりますかと不満を漏らしている。セネカ族の故郷を沈めた、キンズアダム、カッタラウガス保留地セネカ族交流センターのセネカ、五官番セネカ族が1794年の、カナンダイグア条約で、 連邦政府から保障された1万エーカーの保留地は、1960年に着工し、アレゲニー川をせき止めた、キンズアダムによって水没した。故郷を奪われた600人のセネ家族は、サラマンカへ強制移住させられたのである。セネ家族のダム建設反対単案は、全米市民自由連合によって後押しされたが、 ジョン・ F ・ケネディ大統領によって却下され、部族の英雄ハンサム・レイクの墓も推定に沈められた。20世紀に行われた、セネ家族の強制移住は、ロック歌手のジョニー・キャッシュによって、苦い涙、アメリカ・インディアンのバラード、またクリー族フォーク歌手のバフィー・ーセント・メリーによって、今、バッファローは去った、我が故郷、我が家族は、お前が死なせたとして歌われた。 ニューヨーク州では、イロコイ連邦の三部族が、以下のインディアンカジノを運営している。シンレコック族は2009年度での連邦認定が、実現しされており、現在、部族カジノの設営計画に取り掛かっている。2008年1月に、アメリカ連邦政府は、キャッツキルにおけるモホーク族のカジノ計画を、保留地から遠いことを理由に不認可とした。現在、モホーク族は、 オバマ政権によるカジの解説認可に期待を込めている。州内で最大都市並びにアメリカ合衆国内で最大人口都市は5つの軍から構成されるニューヨーク市である。ニューヨーク市は州人口の25%以上を占めている。バッファローは州内で2番目に最大な都市である。最小都市はオナイダ軍内のバーノン軍区の東に位置する。 シェリルである。オールバニはシュートであり、ロングアイランドにある、ヘムステッド町は70万人を超える、最大人口の町である。ニューヨーク証券取引所、世界最大の証券取引所ニューヨーク市のミッドタウン、合衆国最大の中心業務地区、ブランズウィックの落農場ニューヨーク州の、州内総生産は2007年で1兆1000億ドルであり、 カリフォルニア州とテキサス州に次いで国内第3位だった。世界の独立国と比べてもトルコに次いで第16位である。2007年国民総生産州民一人、当たり総生産は46,364ドルであり、国内ではメリーランド州に次いで第6位、世界ではアイルランドに次いで第8位である。農業生産物としては、 落農品、牛などの家畜、野菜、苗及びリンゴがある。製造業等では印刷出版、科学機器、電気機器、機械類、化学品、及び観光が挙げられる。最近の予算政策優先度研究所の調査では、国内の大型州のいくつかを含む13州が2009年会計年度で予算不足に陥っていた。ニューヨーク州は43億ドルの赤字である。 ニューヨーク州は、食料品、日用雑貨、鉱物、コンピュータ関連商品、ダイヤモンド製品、及び自動車部品など、多種多様な製品を輸出している。2007年の総輸出口は711億ドルであり、輸出先は、カナダ、イギリス、スイス、イスラエル、香港の順で多い。輸入品としては、石油、金、アルミニウム、天然ガス、電気、 ダイヤモンド原石及び木材が多い。ニューヨーク州にとってカナダは重要な貿易相手である。2007年では輸出品の21%がカナダ向けだった。カナダ人はニューヨーク州を訪れた時に4億8700万ドルを使っており、観光収入も経済の大きな部分になっている。ニューヨーク市は銀行、金融及び通信分野でも 国内の中心であり、世界最大の証券取引所である、ニューヨーク証券取引所がある。多くの世界的大企業が市内に拠点を置いている。州内には大規模な工業集積地があり、印刷出版業、衣類、毛皮、鉄道機器とバス車両の製造が著名である。これらの工場の大部分はアップステートに固まっている。 オールバニア・ハドソン川流域はナノテクノロジーやマイクロチップの製造、ロチェスター地域は写真用機器の製造で重要な拠点である。ニューヨーク州は農業製品の大生産地でもあり、落農品、リンゴ、サクランボ、キャベツ、ジャガイモ、玉ねぎ、メープルシロップなど多くの製品があり、国内でも五欠に入る州である。キャベツの生産校では国内最大である。 州内面積の4分の1が農業用地であり、2001年で、総生産高は34億ドルだった。オンタリオ湖の南岸は、リンゴ、サクランボ、プラム及び梨の果樹園として、土壌飛び機構の組み合わせが良い。ハドソン川流域や、シャンプレーン湖周辺でもリンゴが栽培されている。ニューヨーク州は、国内第3位のブドウの生産地であり、カリフォルニア州に次いで、 第2位のワインを生産している。エリー湖の南岸とフィンガー湖軍南部の丘陵面には多くのドウ園がある。さらに、ロングアイランドのノースフォークには過去30年間でドウ園やワイン製造と観光用の施設が作られてきた。州内には3万エーカーのドウ園、212のワイン製造所があり、2004年には2億本のワインを生産した。 ニューヨーク州のブドウとワインの製造で60億ドルの売り上げを上げている。ロングアイランドの大西洋岸に沿って中規模の商業用海釣り設備がある。2枚貝、ロブスター、イカおよびヒラメが取れる。これらの地域では海洋生物の増加につながる環境保護によって経済が発展してきている。ニューヨーク州に拠点を持つ企業にはイカのようなものがある。 出版会社の本社はニューヨーク市に多い。タデウシコシュシコバシ、モホーク川にかかりニューヨークステートスルーウェイが通っているニューヨーク市地下鉄、1日500万人以上の利用があるニューヨーク州は国内でも最も広範で最古の交通体系が作られている州である。地形的な難しさや都市の混雑という特有の問題のための工事の 難しさを州ができて以来常に克服しなければならなかった。州内人口は初期にハドソン川と続いてエリー運河という水路に沿って拡大していった。今日鉄道線やニューヨークステートスルーウェイが外して同じ経路をたどっている。ニューヨーク州交通局はいかに州内の特定地域の道路を維持するかということとさらに道路に徴収される通行量が 当初の目的をすでに過ぎてしまっているという事実について批判されることが多い。2006年まで通行料はバッファロー市内のスルーウェイで徴収されていた。これが2006年後半の知事選挙中に撤廃された。ニューヨーク市とその周辺では鉄道網が発達しており、ニューヨーク市地下鉄による大量輸送に加えて4社の通勤用鉄道が 郊外と市内の間の通勤輸送を担っている。すなわち、ロングアイランド鉄道、メトロノース鉄道、パストレイン及びニュージャージートランジット鉄道線のうちの5線である。他の多くの都市は、市内と地域の公共輸送機関を運行している。バッファローでは、ナイアガラフロンティア交通公社が、バッファロー地下鉄、ライトレールを運行しており、ロチェスターでは、 ロチェスター地下鉄が1927年から1956年まで運行されたが廃線になった。交通体系の一部は一つの交通機関から容易に乗り換えられる共同一貫輸送システムをとっている。もとも著名な例の一つとしてエアトレイン JFK は鉄道の乗客が直接ジョン F ケネディ国際空港のターミナルに移動できるようになっている。 2009年5月、交通コミッショナーのジャネット・サディック・カーンが指導するニューヨーク市交通局はタイムズスクエアへの自動車の乗り入れを禁止した。このことは環境汚染と歩行者の事故を減らすために考案され、恒久的に執行される見込みである。2007年州知事が不法移民にも運転免許証を交付することを検討していると発言した。だが、この案は、 後日知事自身が撤回した。ニューヨーク州会議児童1938年に採択された現行のニューヨーク州憲法により、ニューヨーク州でも連邦や他の諸州のそれと同質の三権分立の原則が確立されている。すなわち、州知事とその他の個別に選出された行政役人からなる、行政府両院政修議会からなる、 立法府、衆最高裁判所、高訴裁判所、下級裁判所からなる、司法府である。ニューヨーク州からは2011年現在、連邦議会の上院に、各州定員の二人の上院議員を、下院には、衆人公比例で29人の下院議員を選出しており、その合計に等しい31人の大統領選挙人を出している。ニューヨーク州の州都は、オールバニである。 州の下の行政区分として62の軍がある。他に公式の行政区分として町、市及び村がある。これらのどれか一つを選ぶ生態は4200以上ある。地方公共団体が集める歳入のうち約52%はアメリカ合衆国でも最大の市政府であるニューヨーク市単独で集められているが、 ニューヨーク市の人口は州全体の42%に過ぎない。ニューヨーク州は連邦政府と著しい州市不均衡がある。ワシントンの連邦政府に1ドルの税金を納め、そのうち受け取る割当ては82セントである。この税金あたりで消費される率では最下位に近い42になっている。ニューヨーク州の多くの公共サービスは一般に、公社、または、 開発法人と呼ばれる公益法人によって行われている。よく知られた公益法人にニューヨーク市の公共交通体系を監督するメトロポリタントランスポーテーションオーソリティと隣接するニュージャージー州にまたがる交通機関と公安、空港インフラを管理運営するニューヨークニュージャージーポートオーソリティがある。ニューヨーク州の法体系は イギリスのンローに基づいている。現職ニューヨーク州知事、キャッシー・ホークルニューヨーク州立大学オールバニ校の管理旨死刑制度は1995年にパタキ州知事の下で再導入されたが、2004年にニューヨーク控訴裁判所が市民対ラバレ事件判決でニューヨーク州憲法に違反していると裁定した。残っていた死刑宣告者は、 市民対ジョン・テイラー事件判決で終身刑に減刑され死刑囚官房は2008年にパターソン知事の執行命令で解体された。1963年以来ニューヨーク州で死刑執行は行われていない。法改正を求めた立法府の動きも失敗し死刑宣告は行われなくなった。ここ数十年間ニューヨーク州は外して国政選挙で 民主党候補者を支持してきた。2008年の大統領選挙では、バラク・オバマが25%差で制した。これは2004年のジョン・ケリーの時よりも大きな差だった。ニューヨーク市も民主党の強い地盤である。州内のオールバニ、バッファロー、ロチェスター、シラキュースのような都市でも民主党が強い。しかし、アップステートの伝援部では、都市より、 保守的な傾向があり、共和党を支持している。ウェストチェスター軍やロングアイランドのような人口の多い、郊外部では、過去20年間の支持政党が揺れてきたが、どちらかといえば、民主党寄りである。ニューヨーク市は、民主、共和両政党にとって合衆国の中でも、政治資金集めの重要な拠点である。国内で、政治献金の多い場所を郵便番号で分類した。 時、上位5位の中に、マンハッタンのものが4つ入っている。最大は、アッパーアイーストサイドであり、2000年の大統領選挙では、ジョージ・ w ブブッシュ、アルゴアどもに最大の資金を集めた。ニューヨーク州大学校が州内の初等、中等及び高等学校レベルの教育を管理しており、ニューヨーク市教育局が、ニューヨーク市の公立学校を運営している。 公立カレッジでは、州内の公立大学システムが、ニューヨーク州立大学である。ニューヨーク市立大学は、ニューヨークの公立大学システムである。ニューヨーク州立大学システムには64の、コミュニティカレッジ、高科カレッジ、学部カレッジ及び大学から構成されている。オールバニ校、ビンガムトン校、 バッファロー校およびストーニーブルック校の4つが中心になっている。私立私立の大学で著名なものも多い。アメリカ合衆国北東部では、最古のカトリック系教育機関である、フォーダム大学や、ニューヨーク州に、コロンビア大学とコーネル大学があることで、IB リーグの大学が唯一複数ある州となっている。ウェストポイントすなわち、陸軍士官学校は、 ハドソン川のニューヨーク側ニューバーグのすぐ南にある。ありがとうございます。